2009年のアセンソール・アルティジェリア。左に元の路線である2007年のアセンソール・アルティジェリア。アセンソール・アルティジェリアは地理共和国バルパライソ州、バルパライソ県、バルパライソ市に位置し16カ所あるフニクラー鉄道の一つである。アセンソール・アルティジェリアはアルティジェリア級都市内のプランを連絡しており民間として所有されている。道路線は 一年中運行されている。アセンソール・アルティジェリアは、バルパライソ市内に建設された3番目のフニクラー、鉄道であった。1892年12月29日に、東鉄道の開通式が行われたが、機械を作動させるための水不足が原因で、停止することになり、翌1893年の1月22日に、運行が開始された。 当鉄道はとても成功していたため、その設計者であるエルネストンフライは1908年に最初の一路線の右側に別の路線を付設しており、4本の軌道及び2つの独立した機械室を持つ市内で唯一のフニクラー鉄道となっている。1968年に最初の路線が需要の低下によって運行を停止した。今日のフニクラー鉄道では、 2番目の1路線が利用されており、市内の大きな都市のランドマークとなっている。ウィキメディアコモンズには、アセンソウルアルティジェリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。